ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペイーエックス。あーこっちこっち、迷わなかった？うん、よし、じゃあ早速参拝しよう。うん、何お願いしたの？え、なんで教えてよ、いいじゃん。とお正月に二人で初詣に行きたいのは七期、森下由紀子と。あー、お待たせ、ごめんね。じゃあ行こっか。あー、今年もいっぱい屋台出てるね。あ、あれも食べたい。あ、あそこも行きたい。じゃあお参りしてから寄ろうね。とお正月に二人で初詣に行きたいのはザックス、大和田ひとみです。え、そして今回は早速このお方をお呼びしましょう。オペノスケさん、よし、初詣行こうぜ。こっちこっち。はい、ということでお正月に2人で初詣に行きたいのはユヒ、オペノスケでございます。いい、はい、いいですね、いいですね。シンプルイズベスト。好きな女の子をね、誘いましたね、うん、そう、誘ったよ。クリスマス会に続き違う女の子を。それで言うと私も違う男性を、ね、私も違う男性を、ね、いや、ちょっと七期、それは心は寒いだろうからさ、うん、くっついて歩きたいじゃない。うん、ね、かなり近い距離にいてほしいね、七期は。あー、どうだろう、こう結構じゃあ体勢は低くいく感じ。そうだね、だから参拝ももしかして膝をついてる可能性があるから。不思議な2人だよ。キャッキャしたい、それで。あ、なんか、うん、なんでよ、いいじゃん、ドン。私やっぱこのお正月、その初詣の屋台とかの雰囲気すごい好きだから、うん、あのザックスとかだったらすごいノリよく、うん、あ、いいねいいねとか言って一緒にいろんなとこ回ってくれそうっていうのと、明るい、大事だよね、年始に明るい人に会う。大事。大事。これあれじゃないですか、もしかして全員7?確かに、セブンキャラですね、季節して。何かあるわけではございません。たまたまあの皆さんセブンゼと行きたいという結果でございます。2021年は。はい、2021年、はい、今回の挨拶はですね、オペオペネーム、ひろきちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて今回も始まりました、オペオペ EX。こちらは私たちが、作品の垣根を越え、総勢140人以上の FF キャラと冒険が楽しめるディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。ちなみに今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全に配慮した形で収録を行ってますよ。はい、私たちの距離も離れております。はい、うん、ということで番組は第14回、はい、2021年初のオペオペになっております。はい、皆さんちょっと、うん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、明けたね、明けたね、うん、今回はですね、いつもより短いお正月特別編なんだって、はい、うん、新年のご挨拶会ということで、うん、いつものコーナーはありませんが、ほうほう、お便りをねいっぱい紹介していきたいと思いますよ。はい、お便り、うん、お便りとかを紹介するスペシャル回みたいなことですね。うん、はい、そして今年もお二人はお着物ということで。そうですよ。そうなんですよ。えのすけさん、なんか気づきませんか？気づき？すごい、なんかこれ多分モテる人は気づくんだろうな。あ、いつもと違いすぎてわからないか。わかった。二人ともなんていうんですか、同じ着物の色違い？正解、名探偵。よし、今年はモテるぞ。そうなんですよ、今年はね、うん、あのおソロの、うん、本当まさに色違いの着物で、ね、なんかいつもはささやかなお揃いだったけどね、うんうんうん、こんなにがっつり同じものが着るのは、がっつり対照的な感じで、髪の毛もそれ同じ花飾りっていうんですか。そうですね、似た感じの花飾りをつけてみました、うん、はい、確かに言われてみれば髪型も。そうなんですよ。いや、いいですね、のすけさん、ありがとうございます。何かが違う今年は。今年から頑張ろうかなって。ありがとうございます。はい、ということで今年初のオペオペということで、ここで2021年の意気込みを書き初めで
いつものようにね発表していこうかなと思います、うんうん、はい、はい、ちなみにね去年は私結婚、うんうん、小和田さんは和気あいあい、はい、森氏は、困ったら瞳見るということでね、うん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 、ちなみに一昨年は私健康、おー、小和田さんは勇猛果敢、森下さんは困ってものすけ水と困ってもシリーズだ、困ってもシリーズだ、困ってもシリーズや二字熟語シリーズや四字熟語シリーズがなるほど、そんな流れできてるんですね。そうなんですよ、実はねこれ毎年恒例の書き初めね、うん、みたいな感じになっておりますが、みんなもう書いたんでね、書きました、はい、まずは森下さんからお願いします。はい、こちらです。ねねん、困っても穏やか。ほー、おー、え、そんな困ったら荒ぶってた私ね、困ったら荒ぶんの。そんな姿見たことない。そんなイメージないけどなフリーズして PC 止まるとか、スマホ動かないとかってなるし、うん、結構ルフェニアとか攻略できなくても、うん、あーもうやんないとか言ってちょっと経ってからクソっつってもう一回やり始めたりとか。えらいよ、向き合うんだ、うん、あとスマート家電最近あるじゃないですか。 ありますね、うん、あれとかとももう喧嘩全然スマートじゃない、うん、なんか料理とか作ってる時にキッチンタイマーしてもらったりするの、うん、彼女に、うんうんうん、7分のタイマーかけてとかってやってくれて、かけてくれてありがとうって思うんですけど、ポーンってタイマーの時間だよって知らせてくれるから、うん、あ、タイマー止めてって言ってもうずっとポーンポーンって言ってると止めてってばってまあって喧嘩してる、うん、でもね、ダメじゃんそんなじゃん。そうだね人生の悩みみたいになってきましたけど、いや困ってもっていうかもう本当機械に対して穏やかってことだよね。そうだね、機械種に対して、うん、機械種に対して穏やか、ね、穏やかでありたい今年はね。あ、でも大事、うん、穏やかなことは、うん、そうね、うん、では続いては大和田さんお願いします。はい、こちらです。じゃじゃん元気いっぱい、かわいい小学生の書き留めかいやなんかそうですね、ちょっと思いつかなくて正直者ね和気あいあいだったから、うん、なんか元気いっぱいがなんかいいかな、なんか語呂が合ってるなと思って、うん、元気いっぱいっていうのと、うん、健康が一番、うん、だから体も心も元気で過ごせたらいいなっていう気持ちがここにすごい込められています。嘘、最初に思いつかなかったっていう言ってたけどなんで言っちゃったんだろうっつって正直そして、私オペノスケの発表なんですけれども、うん、モリシー代わりに見せてください、お願いします。はい、わかりました。こちらですねいきます、こちら、ででん、ダイエット、オペのスケ、イエス、まさか、どうして、あの太りまして、うん、この何ですか、今のお家で仕事する環境だとね、うん、なんでこれは本気も込みで、おお、はい、本当に、ね、本当 に, 本当にあのお伺いしていいのか、うん、もしよければ今何キロなのかそれはね乙女の秘密だよね。ああ、そっか、そっか、断られちゃう、まあそうだなそうだよ、うん、あの新情報発表しても自分の体重発表しないからそうか、でもね今のグラマラスバディから、うんうん、じゃあそう、そうなの、スマートバディに、スマート、そう、スマート家電になりたい、スマート家電に、そう、スマート家電、健康、大丈夫、私はもう穏やかだから、穏やかだからね私は隣で元気いっぱいだよ楽しげじゃん、その3人でやっていきましょう、はい、やっていきましょう。では2021年も始めてまいりましょう。ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX 第14回、今回のミッションスタート。オペオペ EX オペオム部新春特別活動さて、このコーナーいつもはゲームプレイをしていますが、うん、今回は新春特別活動と題しまして、番組をご覧になっている皆様からのお便りをババーンと紹介していきますよ。おー、いいですね、いいですね、紹介スペシャルということで、
まずは先日話題に上がった HP++ を何と読んでいるかのお便りでございます。来たのか。はい、オペオペネームシュータさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。HP プラス、HP ダブル、HP トリプルと仲間内では呼んでます。かっこいいじゃん。え、そうなんだ。おしゃれだな。おしゃれ。え、かっこいい。これさ、仮にだよ、仮に HP プラス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 が出てきたらどうなるんだろうね。 HP クワトロ、かっこいいHP プラプラじゃないんだ。シュータさんだけではなく仲間内ではって呼んでますもんね。まあ、だからお友達同士ではってことなんでしょうね、きっと。うわー、あともう1ついただいております、うん、はい、オペオペネームセイドさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。HP 攻撃プラスプラスの読み方ですが、うん、2プラス、HP 攻撃プラスプラスプラスは3プラスと呼んでます。ぜひ流行らせてくださいとのことです。かっこいいね。え、かっこいい。なんか我々そんなにかっこよくなかった説が出てきてきたよね。これプラプラって恥ずかしくなってきて、なんか恥ずかしくなってきてなんかやだ、誰プラプラって言い出したの誰何言ってんだろうと思ってたんだよプラプラで、うん、プラプラ、ああなるほどみたいなもうやめよいや絶対やめらんないって今年は違う、流行らせてくださいっていう生徒さんの思いもあるし、せっかく教えていただいたからね、ちょっといろいろ使ってみたいと思います、うん、私は HP プラプラ、僕は HP プラプラ使ってますよっていうその仲間の意見もそう確かに我々を肯定してくれるもしあったら教えてください、教えてくださいありがとうございます。ありがとうございます。え、そしてオペオペネームしずけんさんからこのようなお便りをいただきました。ありがとうございます。オペラオムニアのプレイ中によく使う言葉です。お、うん、ゾンビ、ゾンビ戦法、ローザやエアリス、ヤシュトラなどの蘇生アビリティを使用して戦い抜くことや戦法のこと、うん、あ、いわゆる倒されても大丈夫戦法みたいなことかな。よみがえる、よみがえるからゲームオーバーにならないぞっていう戦法のことかな多分。あ、まあそうですね、きっと。あ、このボス攻撃激しいからゾンビ戦法で生き返らせて戦おうみたいな、まあ、多分使い方なんじゃないかなと思いますね。なるほど。いや、これ我々使ったことないね。ゾンビ戦法使ったことないね、うん、あんまり我々なんですか、やっぱり心の底からなんて弱いところがあるから倒される前提であんまりパーティーを組まないじゃないですか。倒される前に倒すタイプ我々はね。あ、 HP0 にはさせまいぞという。そう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 。あ、でも私よくヤシトラさんはあの1ってやってました。あ、ゾンビ戦法してた、はいはいはい、うん。でもゾンビ戦法って言葉は使ってなかった。あれはでも死なないからゾンビではないんじゃないですか。あ、そっか、それはゾンビではないのか、生き返らせるってことではないから、うん、あ、なるほど、1残るバージョンとまた違うんだ。あ、確かに。まだ続きありますね、このお便りは。あ、根性、根性スキル、はい、グラディオやバッシュ、ガラフなどの必ず HP1 残るスキルのこと。あ、これだ、これですね、さっきの。気力で頑張ってる感がすごい。いや、すごい、確かに、確かに。あ、まあ、私もなんかガッツ見せてもらうとか言ってた気がする。なるほど、なるほど、根性って言うんだ。ゾンビ根性、ありがとうございます、うんうんうん、あ、刺さる、ぶっ刺さる、刺さる、ぶっ刺さる。特定のクエストの条件にぴったりハマるキャラクターが出た時に使う言葉、うん。で、ルフェニア難易度なのにユフィのいらないようで押し切った時、あー、あったね、あったね、ユフィがこのクエストに刺さるなど。あー、あー使うね。あー、確かにこれは使うかもしれない。これは普段から結構使ってるかもしれないですね、うんうんうん、このキャラが刺さるから入れたらいいっすよみたいなことはよく言う気がする。あー、なるほど、なるほど。いや、いっぱい教えていただいた、すごい詳しく、で、例まで丁寧に教えていただいたありがとうございます。ありがとうございました。はい、オペオペネーム口なししずくさんからいただきました。ありがとうございます。森下さん、大和田さん、そしてオペノスケさん、こんにちは。こんにちは。最初期のオペオペから毎回楽しませてもらっています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。オペオペ EX の第11回にて森下さんがクリスタル集会でユーナを使っているとおっしゃっていましたね、うん。僕も集会ではユーナを使っていたのですが、うん、オートプラスや CPU のアップデートに伴ってこのキャラがおすすめなどありましたらお聞きしたいですとのことです。ありがとうございます。どう、最近の集会事情は、
いやなんか私も一緒で、うん、新しくオートプラスとか、うん、その CPU のアップデートが入ったから、うん、変えようかなっていうなんか言うのが一番 なんかもっといろんな可能性があるのかと思ったんですけど、はい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 、今んとこ結局ユーナ。あ、そうなんだ。オートプラスでもプラスにしないで、プラスにしちゃうとむしろ励ましてくれたりする。あ、そうだよね。BT 使っちゃうってことですね、うんうん、今んとこユーナのまま私はユーナに頑張ってもらってますね。誰でやってる？クリスタル。私はもともとあんまりオートを使わない人だったので、うん、ずっとユフィーヤンでやってきて、うんうん、ずっと手動でやってたんだ。ずっと手動だったのか。いらないよとケリでやってて、うん、でもなんかそのオートプラスっていうのがこうダーンってきて、あ、オートも使うかと思ってクリスタル集会とかはユーナとヤン、うん、二人やってる。ヤン大好きだ。ヤンはあの HP 攻撃でも全体にやってくれるから、 その二人プラスあのミッションで何回使ったらみたいなキャラとかを入れて結構3人で行ったり2人で行ったりしてて、オートプラスはクエストによって違うけど暗闇の雲、セリス、うん、ヤンで大好きヤンが大好き。そんなオペノスケのオート事情だと、うん、はい、いわゆるそのクリスタル系のサイクルクエストは、うん、自分は普通のオート、自分も普通のオートを使ってるんですよ、うんうん、はい、で第一優先で使ってるのはボックスコール、あーあの LD パッシブだけ外して激鉄の追撃が出ないようにしてスコールを使ってます。まあ、それもいいですよね、うんうん、あとはそれこそ大和田さんみたいに何回使おううん、のミッションのキャラクターと、あと覚醒が80になって、うん、レベルも80になって、まだ70から80にするキャラとかを追加入れますよね。わかる。でそのそういう縛りがないときはスコール、ユーナ、キアランが3人とも通常攻撃がその全体なんで、はい、それで結構やってます自分は。なるほど。であのオートプラスは、厳重化アルティメットとかは、うん、結構オートプラス使うんですけど、うんうん、まあ、その時はそのポイントを貯めたいキャラ、うん、キファ、あと好きなキャラみたいな感じでやってますね。あ、それはじゃあもう一人だけなんですね。ポイント貯めたいキャラ一人と、もう、まあ、そうポイント貯めたいキャラが二人の時も、まあ、ティファと誰か、まあ、みたいな感じで、とりあえずティファは入れてる。なるほど。ことが多いかな。わかります。私もなんか、厳重会、厳重ポイント欲しい時は、うん、厳重ポイントが欲しい3人組とフレンドのティファを連れてって、ちょっと面倒くさいかもですけど、フレンドに交代してオートプラス。分かる。あ、最効率を狙ってる。私もそれです、うん、私もそれだった。どのクエストでもこのキャラが熱いですよっていうご意見がありましたら、うん、教えてほしい。教えてほしいです。そうですね、はい、我々3人のパーティー事情はこんな感じでした。はい、はい、はい、そして続きましてオペオペネームラックさんからいただきました。ありがとうございます。大下さん、小和田さん、オペノスケさん、オペオペ、オペオペ、はい、好きなお餅の食べ方は何ですか？僕はきなこですということでね、完全普通歌です。すごい。なんだ今の挨拶は。すごい、オペオペ初めてやった。大事だ。こういうの大事だ ね、確かに。オペオペ、あら、まあ、オペオペきなこ美味しいですね。オペオペ、はい、なんだっけ、好きなお餅の食べ方、食べ方は何ですか？お餅の食べ方、うん、僕はきなこですってことね。ありがとうございます。お正月だからね、はい、私お餅好きなんですけど、だから割といろんな食べ方をするんですけど、うん、今ハマってんのは砂糖醤油。おー、なんか大人だな。オペの好きはね、磯辺が一番好きなのよね。ちょっとね、今年の目標は痩せるだけど、ちょっとお餅に伝えた。さすが、分かってきたね、そういうの。気づかせてあげて。ひとちゃんは、ラックさんごめんなさい、お餅あんまり食べなくて。食べなかった。そうなんだ。いや、そうなんです。あんまりお餅をこう自分から積極的に食べなくて。なるほどね。お雑煮とかは？お雑煮もそのやっぱお正月とかね、うんうん、まあ、せっかくだからまあね、食べようみたいな感じになるよね。口に入れてすぐ喉元通したいタイプなんですよ。危険だね、それは餅食べるね。絶対やめてくださいよ。お餅は結構やっぱ時間かけないといけないから、うん、ちょっとあんまりこう相性が悪い。相性が悪い。そうなんだ。じゃあ、 あのいわゆる新年って何を食べるの？おせち的な？ああ、私は昆布巻き。
あー、はい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 、あれも結構歯応えあるけどな。本当だ悲しい顔した。はい、ということでね、はい、3人はそんな感じでございました。はい、続きましてはこちら、オペオペネームミルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しく視聴させていただいております。ありがとうございます。2021年のオペラオミニアでの目標ややってみたいことがあればぜひお聞かせくださいと。なるほど、いただきました。なんか2人ある目標？あります。あります。じゃあモリシーから言ってみる。お、私から、うん、私はアイテムをケチらない。ほう、その心は？なんかね、あれなんですよ、ブルームメダル、はい、すごい持ってて私、はい、全然変えてあげてなくて、あとポーションも今すごい量持ってるんですよ、うんうんうん、あとねガードメダル、はい、なんかガードメダルが足りなかった時代を生きちゃったから、うん、なんか未だにアーティファクト装備してる子とかいて、え、あ、そうなの？いわゆる星5防具ですらないみたいな。ない、今年からはやるハイガードメダルもだからこのままいくと大事にしすぎて腐らせる可能性あるから、うん、ああそうだね、それはあるよね。もう使っていく。私はメダル交換を忘れない。忘れてたの？忘れたの？イベントを結構やったりとかして、うんうん、満足してよしメダル後で変えようって思ってたらあれみたいなもったいない、いない、あれいないみたいな。今年はもうあの大丈夫、ちゃんとした女になるから計画的な女に、計画的な女になるから、うん、ちなみにのすけさんはあるんですか？あ、今年の目標ですか？はい、あれですね、あの高難度を全部クリアする、うん、意識高い。ルフェニア、ルフェニアを、そうですね、まあ、一応今でも出てるルフェニア全部やクリアしたんですよ。これ今ドヤリポイントね。はい、なんか顔だけ半分見えてますけど、なんかどうやってるなっていうのは分かりました。今なんですけど、まあ、今後もその高難度でどんどん出ていくんで、うん、全部クリアしていこうっていうのは一応、まあ、去年もやったけど今年もやろう。ダイエットに、ダイエットしつつ、ダイエットしながら、うん、この難易度をクリアしていく。めちゃくちゃ意識高いすごいよ。いや、すごいよ。今年ののすけさんが楽しみ、うん、あとあれだな、オペオペ的には新情報をちゃんと持ってくるっていうのを目標にしようかな。ありがとうございます。ありがとうございます。最近ね、新情報よこせのがすごいから一部の共演者からじゃあたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。ということで番組では引き続き皆さんからのお便りを募集しております。うん、番組概要欄のリンク先にある番組投稿フォームから送ってください。うん、あなたのプレイエピソード、〇〇がクリアできない、キャラの使い方がわからない、私たちの冒頭の挨拶の質問、そして普通オタなどなどお便りをお待ちしております。うん、はい、あの、はい、そのコーナーが今終わりそうな雰囲気だったんですけど、まあ、そうですね、うんうん、今目標を掲げられたように、うん、あの情報通の館のコーナーは今日はないんですか？確かに今回はないね。女子ね、さっき言ってた、あれ今ね今言ったもんね。来てますよ、一通お便りが。あれ来てるの？来てるんですか？オペオペネーム、ジタンのバースト武器が早く来てほしい瞳からいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうかな、これ、うん、え、何でもいいから新情報が欲しいそうですよ。はい、うん、のすけさん、ね、お便り来てます。ひとみさんから来てますよ。いややっぱね、ひとみさんね、すごいのよ、プレッシャーが最近、うん、うん、もう送ってきた、もう送ってきたね、うん、これもう本番中にスマホで送ってんじゃないかぐらいの速度でね、これ送ってきましたね。ね、ひとみさんがおっしゃってますよ。おっしゃってますよ。わ、うん、かりました。では、1月6日より追加予定のダンショールードで、うん、LD 武器が追加されるキャラクターの新スキンを今回はお見せしたいと思います。スキン見せてくれるんですか？見せてくれる、はい、送ってみるもんだね、お便り ね。いや、今年の目標だからこちらになります。うわー、きたー、かわいい、かわいい、はい、ユフィの特別スキン付きジェムセールが開催です。アドベントチルドレンの衣装だね、こりゃですね。のすけさんの推しの
新年早々。そうだね。なんかこう番組でさ、自分が推しがっていう話をした後にこれを出すとさ、すごいなんかお前やったのか感が出るじゃない？で、決してそんな、決してそんなことはないのよ。これは僕、そうなんですね。そう、そのオペオペスタッフみんなの名誉のために言わせてもらうけど、はい、別に自分が欲しいから入れましたってわけじゃないです。これは、まあ、もっと前からずっと計画されてるやつなんで、はい、それだけは言っておきたい。いやでもめちゃくちゃ嬉しいです。かわいい、もう大好き、かわいい、はい、そしてね、さっきも言ったんですけれども、この談笑ルードのタイミングでユフィン LGBT が追加されます。あー、やった、はい、うん、なんですけど、この LGBT の詳細は当日の動画とかハミツーさんの記事をお待ちいただければと思います。うん、なるほど、はい、わかりました。そしてですね、このタイミングでこちらも追加となります。うん、どうぞ。あー、かわいい、かわいい、いやいいですね、ユフィのスタンプ。はい、そうなんです。1月6日の15時からユフィのスタンプが、リシダポイント交換所に追加されます。もうね、15時からずっと交換可能になってるんで、これは忘れずに、ね、皆さん交換してください。上がりました、嬉しい、嬉しい、いっぱい使う、ね、はい、ということでね、今回の新情報は以上となります。ありがとうございます。はい、ね、どうですか、うん、時短のバースト武器が早く来てほしい、ひとみさんは満足しましたか？うん、うん、そうですって言っちゃったよ。はい、ということで、以上オペオムブ新春特別活動のコーナーでした。オペオペ EX。 さて、お送りしてまいりました、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第14回、そろそろ終了のお時間です。ペノスケさん、なんだい、最後にね、うん、ちょっと気がついちゃったんですけれども、うん、やだよ、お話する。今回ゲームプレイがなかったじゃないですか。あ、そうですね、はい、なのでご褒美もらってないんです。本当だ、うん、これはちょっとお年玉ください。何も欲しいの、お年玉、うん、はい、もうちゃんと用意してますよ。おー、さすが。オペオペお楽しみボックス召喚。あー、はい、ということでオペオペお楽しみボックスが召喚されました。はい、こちらのボックスには1000ジェム、2000ジェム、ガチャチケット50枚と書かれた紙が入っております。お二人がね、1枚ずつ引いて出たものをお年玉として視聴者の皆さんにプレゼントさせていただきます。あらー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは森下さん、引いてください。はい、引きます。でん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 、うん、こいつだ。はっ、センジェム。ごめんなさい、みんな、センジェムゲット。センジェムです、嬉しい。センジェムも嬉しいよ。ありがとうございます。なるほど、うん、続いては大和田さん、オペオペお楽しみボックス召喚。おー、来た、はい、ということでそちらにね、うん、移動したので、はい、では引いてください。わかりました、来い、うん、えい、はい、ではお見せしてください。お、ワザチケット50枚。ワザチケット、はい、ということで1000ジェムとガチャチケット50枚ゲットです。うん、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、で今出てないのが2000ジェム、はい、2000ジェムが出ておりませんね。出てないね、うん、まあでも1人1枚ずつって話で、うん、まあ、今ここに3人いるから、お二人じゃない？3人いるね、いるもんね、うん、いるから、ペノスケさんの分を、うん、私が引きます。お願いします。よ、はい。イエーイ、何があるのかな、何かな。はい、2000ジェム、イエーイ。はい、おめでとうございます。すいませんね。ということで、お年玉として視聴者の皆さんへ1000ジェムと2000ジェム合わせて3000ジェムと、うん、ガチャチケット50枚を1月の開発潜入レポート報酬に上乗せしてプレゼントします。はーい、やったー。いやー、持ってかれたな。こちらは1月6
末頃配布予定だそうなので忘れずにログインしてゲットしてくださいね。はい、そうですね、あのお年玉のねプレゼントなんですけども、まあ、1月末ということでちょっと遠いんですが、うん、まあその1月末ってそのオペオム的には周年のタイミングなんで、うん、結構ね熱い施策もあります。なるほど、はい、そうなんだ、楽しみ。もちろんね熱いガチャもありますんで、ぜひそこで使っていただければと。この子たちを握りしめて、はい、くださいって言って、うわー、言っていただければと思います。ありがとうございます。いいねお正月、うん、ということで新春特別会の番組第14回、どうだった？なんかそうだね、あのお便りとかもなんか、うん、いつもと違った形でねこうご紹介できたりとかして、うん、皆さんがこういう言葉使ってるんだっていうのもね、いろいろ知れて面白かったね。面白かったね。ね、本当全然なんか知らなかったね。嬉しい、お便りもらえて。なんか新鮮よね、こういう風にお便りを紹介するだけの、まあ、コーナーみたいなのも結構新鮮だったなと。いやそうですね、なんかまた今年もね、いろいろ本当少しの疑問とか、うん、オペラオムニアプレイしててここに気づいたよみたいな、ほんとくだらないことでも、うん、もしよかったらあの送っていただけたら嬉しいです、うん、もう3回新年を迎えたんだなっていうのに私も驚きまして、この番組が確かにね、あそうこの番組が、うん、いやね本当に3年やらせていただいて本当ありがとうございます、うん、ありがとうございます、今年もねみんなで和気あいあいと元気いっぱいと穏やかに、はい、そしてダイエット頑張るおのすけさんといや頑張るよみんなであのお届けしてまいりますので、うん、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の配信は1月中旬頃を予定しています。詳しくはオペラオムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。